で、その他、留意事項というふうに書きましたけれども、はい、キーワードとしてはね、私見てて、2つ挙げられるかなと思ったんですね。もちろんいろんな整理の仕方あると思うんですけれども、意識化とそれから接続というかつなげるということですね。この2つかなというふうに思うんですね。で、今申し上げたようにカリキュラムマネジメントって別にそんな実際教育の現場で働いてたってね、そんな普通っていうか当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですね。ただそれ意識してるかどうかっていうのは別問題ですね。意識してるかどうかっていうのは別の問題。だから今までなんとなくやってきたもう日常的にやってきたことをただそういうものをするんじゃなくてちょっとちゃんと意識してみるということですね。これが一つ必要なことなんだろうと思います。でそれからあといろいろバラバラでやってることがあると思うんですね、学校で。いや今言ってるけどこれやっとるよ、これもやっとるよ、やっとるよ。けどそれはよく縦割り行政とかで批判されるようなものと似たものになってないですかということですね。もしかしたらそれぞれの例えば先生方は私これやっとる、私これやっとる、私これやっとる。けどじゃあそれ横でつながってますかっていうと案外つながってなかったりするかもしれないですね。ただ国語科ではこういうことをやってます、算数学科ではこういうことをやってます。じゃあお互い連携あるかというと、あんまりないということがあるかもしれない。でもしかしたらそれを連携させることによってより効果が発揮できるかもしれないということですよね。そういうことは意識していくっていうのは多分カリキュラムマネジメントをやっていく上で必要なんだろうと思います。ですからそういうもんですから、カリキュラムマネジメントを行うこと自体は全く目的ではないわけですよね。でそれはあくまでも手段であって、でそれは何をするための手段かというと、学校の教育目標というのを達成するための一つの手段であるということになるわけなんです。で、それでですね、あと学校のグランドデザインというものですね、これが大切だというふうに言われています。だから学校としてのね、大まかな方針ですよね。で、ですからそういう意味ではね、今日はそこをやるとちょっと本当にややこしくなるので踏み込んでないんですけど、本当は学校の教育目標が適切かどうか、それを踏まえたグランドデザインというのはきちっと考案されてるかどうか、描かれてるかどうか、本当はそこが揺らぐとさっきのそこ揺らいじゃうと結局、ね、これが適切という前提立ってるんで、これが揺らいじゃったらここはうまくいかないのは当たり前で、本当はここをきちっと本当はやらないといけない。だけども、ちょっと今日はカリキュラムマネジメントの方の話なのでそこはちょっとあえて触れてはいませんけど、実際にやるとなると、ここがやっぱり重要になってくるということになります。でさっきのちょっと大学で話しましたけども、こうやっていろいろね、ディプロマポリシーをもとにそういうカリキュラムが適切かどうかっていうのを見ていってたら、実際京大でもあったんですけども、いくつかの学部はうちのディプロマポリシーがおかしいよと。これをちょっと見直さんといかんよっていう学もいっぱい実際出てきたんですね。でそれは健全だと思うんですよ。今までだから適当にやってたから気にもならなかったんだけど、じゃあちゃんと見てみたらちょっとこれ直さんといかんねということなんですね。だからそういう意味ではカリキュラムマネジメントということでいろいろやってきたら、やっぱりちょっと学校教育目標をもう一回考え直さんといかんのじゃないかというのももちろん出てきて当然だと思います。はい、でそれから、最後多様性と書いていますけれども、多様性という結局それは学校ごとに全部違ってくるわけですよね。いろいろ学校の中の資源、あるいは学校外の資源、これ全部違います。学校ごとに違います。同じ地域にあっても学校が違う学校だったら、全く一緒ってことはありえません。そもそも中にいる先生が違います。学んでる生徒さん、児童生徒さんたち違います。だからもうそれだけで学校っても全く違うものになりますよね。ですから、おそらく2つと同じものはないんだと思いますね。カリキュラムマネジメントということでいろいろやって全く同じものっていうのはやっぱりおそらくない、存在しえないと思います。やっぱりそれはもう学校ごとでその時学校が置かれている状況によっても刻々と変わっていくものだと思います。だから多様であると、これじゃないといけないっていうのはないということです。各学校に即して自分たちの学校でどういうことができるのか、どうやれば一番今持っている自分たちの中で、最善のことができるのかということですね。で、最善のことをねやってもうこれ以上はもうできないとなった時にはそれは当然もう次の段階を、教育行政の方に求めていくと。だからやれることはもうやり尽くした、自分たちの持っているのはもうこれ以上できない、だからあとこれだけ少し支援してくれたらもうちょっとこういうことできるよっていうふうに持っていかないと、なかなかその金くれ金くれ言うてもね行政も出してくれません。やっぱり証拠がいります。自分たちは今までこれだけ実績積んできた、もうこれ以上できない、これあと次こういう支援をしてくれたらもっとこういうことができるよっていう提案をやっぱりしていくのがやっぱり学校にもこれから求められていくんだと思います。ちょっと最後の方はね私の領域の話になってきてしまいましたけども、でそれでですね、ちょうど今時間的には半分ぐらいだったところなので、少しですね実際にどうかっていうことですねを、少し自分の学校どうなんだっていうことを少し振り返ってもらいたいと思ってるんですね。でそれで、ちょっとサポートの方、お願いしていいですか。事前の連絡で、自分の学校の教育目標が分かるようなにしてきておいてくれという話をしたと思いますので、そちらをちょっとまず、そこの作業をまずしてもらいたいというふうに思っています。それでねそれでただ個人で作業するのもあれなので、後でちょっと何人かずつでグループになってもらって、でそれでお互いに少し情報交換はしてもらおうとちょっと思ってるんですが、最初のうちは少しそのシートを使って作業していただいて、である程度進んだところでちょっとお互いの情報交換をして、それもうちょっとこうしたらいいんじゃないのみたいな感じのところをやってもらう、あるいはうちはこういうふうにしてるよみたいなことをちょっとやってもらえればと思っています。でそれで、昨日の夜に受講生名簿をちょっと拝見したんですけども、なんていうか、皆さん教員の方かなと思ったら学生さんとか、あと教育委員会の方もちょっと若干混ざってるみたいなので、ちょっとどうしようかなと思ったんですが、要するに今学校の、現場にいらっしゃらなくて、学校教育目標とかがちょっと、特に今かけって言われても困るっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっと周りで先生っぽい方をちょっと捕まえていただいてですね、ちょっとひっついてください。でそれでひっつかれた先生はその方に説明しながら作業していただいていいですか。でひっついた方の方は時々ちゃちゃ入れていただいて構いません。これ何ですかとか、これどういう意味ですかとか、あるいはこんなことはしてないんですかみたいな形で、ちゃちゃ入れながら、ある意味その対話しながら進められるラッキーな2人だと思って作業していただければと思います。はい、そしたら用紙は大体行き渡りましたかね。そしたら自分のですね学校の、教育目標ですね、をちょっと、上側に書いていただいて、でそれを達成するために、学校全体でどんな取り組みをしているか、でそれから学年として何か取り組んでいることはあるか、でそれから教員個人で取り組んでいることは何かあるかっていうことをちょっと書き込んでいってもらえたらと思います。で3番の教員個人で取り組んでいることは、先生方ご自身のことでももちろんを一応想定してますけども、私はあれなんだけどこういうことをやってる先生がいらっしゃるんですよね、同僚でってなれば、それをもちろん書いていただいても構いません。ちょっとその自分の学校あるいは自分のことをちょっと振り返るのに少し、書いていただいていいでしょうか。どれぐらいかかりますかね。5分ぐらいあればできるでしょうかね。もうちょっと必要ですかね。ちょっとしばらくそれをやっていただければと思います。そのうちにですねまた次の用紙をお配りしたいと思います。はい、そしたらですね今2枚目の用紙が配られたかと思います。もちろん1枚目がまだの方は続けていただいていいんですけども、次やっていただきたいのは、目標と活動ですね。これ本当に整合性があるかどうかというのをちょっと確認してもらいたいんですね。1番目に書いていただいた学校教育目標と、それから2番目に書いてもらったその各段階の取り組み、それから、各段階同士ですね。だからその2番のとこの学年でやってる、学校で全体のこと、学年でやってること、教員個人でやってること、これに本当にちゃんと整合性が取れてるかどうかということをちょっと確認していただきたいと思います。でそれで、ですね、整合性がない場合ですね、それはどこにも、あ、それからちょっと、画面には書いてあって、そちらの要素にはちょっと書いてないんですが、あ、書いてるか。それぞれの活動にちゃんと根拠があるかどうかっていうこともちょっと確認をしていただきたいんですね。なぜそういう活動をしているか、ちゃんと根拠があるかどうか。それから、あとそれぞれの整合性ですね。整合性が、まあ、おそらくはあるとは思うんですけども、もしない場合、あるいは不十分な場合ですね、どこに問題があるのかと。あるいは全体としてちょっと足りないところっていうのはどこか。おそらくこれは全体として足りないというところはあると思うんですね。学校教育目標に掲げられてるんだけども、活動としては実はやってないぞというようなこともおそらくあるかと思います。そういうようなところ、どういうところだろうというのをちょっと書いていただければと思います。でこれもちょっとまあ5分程度でちょっとやっていただいて、ちょっとそれ終わりましたら一旦ちょっと小グループになっていただいて、情報交換をちょっとしてもらおうかなというふうに思っています。はい、そうしたらですね、まだちょっとお話は途中かと思いますが、情報交換、途中の情報交換、ここまでにいたしまして、ちょっと次に進みたいと思います。それで。今配ってもらっているの前に3と4ですね、何ができるのか何が使えるのかっていう部分ちょっと説明してなかったですけども、これについてはですね、今お配りしてもらった用紙があると思うんですね。これかこれですね、これをちょっとその真ん中に書き込めるように全部文字は外側に寄せたものです。これスウォット分析っていって知ってる方も多いかと思いますけれども、まあ、これでそのさっきね資源をね有効に活用するということをちょっと説明いたしましたけれども、まあ、自分たちの今学校の状況一応まあ踏まえて、でまあ他の方にも説明したので多分自分の学校の状況というのは理解できたと思いますが、それでじゃあ次、どういうものが使えるのか使えないのかということですね。でそれを一応4つに分けていただいて、まあオポチュニティですね、自分の、まあ、これ自分の学校ですね、自分の学校のチャンスとなる外部要因、多分そっちはお配りしている分にはあれですね、修正してますね。自校のチャンスとなる外部要因、学校外の要因ですね、これは使えるんじゃないかと、これはうちの強みじゃないか、あるいは逆に自校を脅かすとちょっと言葉悪いかもしれませんけど、まあ、ちょっと、学校のね周囲が持ってる課題ですね、校外の環境が持っている課題みたいなもの。それから左下は強み。自分の学校はこういうところが強いと。で、逆に自分の学校はここが弱いというのは右下の弱みのところにちょっと書き込んでいただくという作業をちょっとしていただければと思います。つまり学校内外でどういうものが資源としてあるのかっていうのをちょっと考えてみていただければと思います。はい。で、これもちょっと5分ほど時間を取ります。で、それをまあやっていただいてあられてまた最後の用紙をまた配ってもらおうと思います。はい、でこれ先ほどの最初と同じようにひっついて、ペアでやってる方は説明をしながらうちの学校こんなのよねとかいう感じでやっていただければと思います。はい、そしたらですねちょっとまだ途中かもしれませんけれども、時間の関係でちょっと申し訳ありません。次移らせていただきます。で今のね今やっていただいた作業は本来であれば学校で先生方同士でいやこうなんちゃうかなんちゃうかって多分やってもらうと非常にいろんなものが出てくるかなと思います。まあ、今日はちょっとこういう場ですので一人でちょっとやってもらいましたけど、まあ、学校でもし持ち帰ってされるんであればそのいろんな先生方同士でやったらいいと思います。それから最後に今、もう一枚配られていると思います。まあ、これに似たような用紙が配られています。で今ねやっていただいた作業は自分たちの学校がどういう状況にあるかっていうことなんですけども、最後はそれを踏まえてじゃあ何ができるのか、あるいはちょっと、弱点というかねについてはどう克服していくのかっていうのを考えていただきたいと思うんですね。でそれで、まあ、今書いていただいた3枚目のシートを参考にしながら、まあこの機会であり外部の機会でありその自分たちの強みであるということを両方生かしてその強みを生かして機会をものにすると、外部にある機会をものにするにはどういうふうにしたらいいかと、あるいは、その自分たちの強みとその脅威ということを掛け合わせるとその強みを生かして、まあ、脅威と今はその郊外で課題となっているものをどうその自分たちのチャンスに変えていくことができるかと。であるいはその弱みに関してはその自分たちのその自己のちょっと弱点をこれを補強してその外部にある機会ですねチャンスをもうどういうふうにして掴むか。でそれから自分たちの弱みと外部のちょっと脅威ということでその弱みから生じる最悪の事態を避けるにはどうしたらいいか、こういうことをちょっと考えてもらいたいんですけども、今日はちょっと時間がないので一人で本来はみんなでやることなんですが一人でやることになりますので全部埋めなくていいです。で、多分考えやすいのはねここだとの左上の外部のチャンスと自分たちの強みを生かすというそういうなんか活動ですね。これ多分一番考えやすいしここが一番重要ですのでまず左上の枠のあたりを考えていただくということから始めていただければと思います。であと埋まりそうな枠があれば中と外の様子を見比べて何ができるか何をしなきゃいけないかっていうことをちょっと限られた時間ではありますけども埋めていただければと思います。でこれもちょっと本当にもうじっくり時間取れればいいんですが時間の関係でちょっと5分間ということにさせていただきたいと思います。5分間でできる範囲でそれが終わったらちょっと時間短いですがお互いどういうことを考えたかということを見比べていただくという時間をちょっと取りたいと思います。ちょっと伸びそうなんで西岡先生に怒られるかもしれませんけれどもじゃああと5分間ちょっと作業していただきたいと思います。いただければと思います。はい、そしたらですねちょっと時間の関係で、個人の作業をここまでにしてもらってで最後にですねまた先ほどのグループで、ちょっと自分たちの学校にはどういうものがあってどういう形のことが考えられるかっていうのをちょっと情報交換をしていただきたいなと思うんです。でおそらくそのことによってあそうかそれもチャンスとかあるいは機会とか強さとかと見ればいいのかというのも多分出てくると思うんです。自分はそれほどでもないと思っているのが他の人から見ればチャンスで長所でそれはじゃあそうかそういうところも取り入れればいいのかっていうのもおそらく分かってくるかなと思います。でそれでですね本当あと5分で終わらないといけないんですがちょっと目をつぶらせてもらって10分間撮りたいと思いますので、また先ほどと同じグループでちょっとその後半どういう形のことをしたかというの情報交換をしていただければと思います。じゃあお任せします。はい、またこれね学校に持ち帰っていただいてまた同僚の先生方とねいろいろこう議論していただけるとまた効果があるかなと思います。でちょっとそういうことで質問の時間もちょっと設けられなかったんですけれどもまた懇親会は私一応出席する予定にしておりますのでまたもし何かありましたらお声かけいただければ分かる範囲ではお答えしようと思います。ちょっと非常に時間に押された感じで終わる形になりますけれどもじゃあカリキュラムマネジメントとどう向き合うかというのはここで終了したいと思います。どうもありがとうございました。